はい、ということで、ロイヤル・ランブルが26日、で、今日が15ですから、ロイヤル・ランブル、月曜日、日曜日でしょうからね、もう一回、20日に、マンデー・ナイト・ローがあるわけですよね。で、毒霧をベッキリンチに見終わった。まあ、来週どうなるのかなとも思いますけど、非常に、アスカ実力者なので、で、ベッキリンチもアスカに、ある程度は対応できる、対処すると思いますから、いい試合になるんじゃないのかなと思いますね。で、まあ、おそらく、シャルト・フレアがバトルロイヤルでは優勝して、あと、カイリー・セーンの去就がですね、ちょっと、どうなるのかなと思います。スターダムの選手は東京ドームで試合やったみたいですね。はい、さようなら。